シャトレーゼは日本の山梨県甲府市に本社を置く食品メーカーである。社名のシャトレーゼはフランス語で白を意味するシャトーとブドウを意味するレザンを合わせた造語でブドウの白を意味する。現在の会社は2010年4月にシャトレーゼから食品事業を分社したものである。シャトレーゼは持ち株会社化し、シャトレーゼホールディングスとして シャトレーゼの全株式を保有している。旧シャトレーゼ時代の1980年代から卸売を介さず各地の自社工場からフランチャイズ店舗へ配送している。山梨県内の工場から自社トラックで配送するが、北海道及び九州地方などの遠隔地はそれぞれに工場を設置している。日本国外店舗は製造拠点のある地域は店舗へ配送するが、 製造拠点がない地域は、日本の工場で製造した商品を冷凍して、航空扱いで送っている。日本国内店舗は、自前の EC サイト及び直営店以外で販売して、おらず、ショッピングセンターからの出店依頼も断っていた。近年は、他社と協業し、セブンイレブンやファミリーマートなどのコンビニエンスストア向けに、自社商品を、卸売、伊東洋華堂や、 イオンモールなどのショッピングセンター内で出店している。主に以下の製品を製造、販売している。などなどなど、以下の商品も開発、製造し販売している。豊富工場2020年12月現在、夏季の六工場が稼働している。白州工場は、一般の見学も対応している。二代目の直営店舗デザイン現在の直営店舗、八時店舗零店舗デザインは、 初代は青色と黄色を基調に、シャトレーゼ表記と三人の子供をあしらったデザイン。二代目はチャテライセ表記となり、ショートケーキ風の白色とピンク色を基調としたもの。現在使用されている三代目は表記はそのままに、チョコレート色となっている。店舗の作りも二代目まではオープン的な作りであったが、現在は一般的なクローズ形態の店舗となっている。 旧形態の店舗も順次改装を行い、新しいタイプのデザインに置き換わっている。2021年5月現在、店舗がない都道府県は、秋田県、香川県、徳島県、沖縄県である。シャトレーゼ八時2019年9月より開始した、都心型の新業態である。店名は、おやつじと、八ヶ岳や末広がりを意味する、鉢を掛け合わせた。9月14日に、 東京都中央区銀座に1号店、八時銀座7丁目を開店し、11月22日に八時マロニアゲート銀座に、12月16日に八時青山表参道をそれぞれ開店した。2020年4月24日に都外発の八時甲府駅北口を山梨県甲府市に開店した。2020年時点で海外8カ国、 地域に店舗を展開している。シャトレーゼ直営2017年12月時点では以下の通り。かつては以下の国、地域に出店を行っていた。メートルポール運営オランダにある完全子会社のメートルポールが製造を及び運営する。北ブラバント州ティルブルフに1号店を開業し、かつては同州アイント方編にも出店していた。シャトレーゼ直営ではないことから、 シャトレーゼの公式サイトは記載していない。ここでは分社化前のシャトレーゼの食品事業についても記述する。2004年4月7日に、四つ、輸入業がドイツのルドミル被社から輸入した無塩バターから金属片が発見され、シャトレーゼも当該品を使用しており、レーズンサンドを食した一人が口を切る怪我をしたことから20品目約84万個を回収した。 回収は25品目190万個まで拡大して、回収費用に2億円を費やし、売り上げも一時低迷した。シャトレーゼは四つ、養乳業に6億円の損害を求めて、東京地方裁判所へ提訴したが、2008年9月24日に和解が成立し、四つ、養乳業はシャトレーゼに対して億単位の賠償を支払ったと報道されている。 2007年2月12日から2月13日にかけて、豊富工場で洗浄用水道水の白濁を発見し、該当日に製造された28商品11万5000個をすべて破棄するとともに、3月28日に水道の管理者である中央市に損害賠償を要求する文書を提出した。中央市は白濁を予見するのは不可能として、 損害賠償の支払いを拒否した。シャトレーゼは、水道水の使用を断念して、本社工場を含めて貯水槽を設置し、白州工場から地下水を組み上げ、タンクローリーで両工場へ運搬した。2015年7月30日に、インターネットサーバーが不正アクセスされて、約21万人分の会員情報が流出した、可能性があることを発表した。27日に、 サーバー内にある SQL インジェクションを攻撃する不正アクセスが発生し28日にその痕跡を発見調査を開始するとともに28日夜より公式サイトが情報流出による終わりに置き換わり通信販売の受付を一時停止している直営店の営業及びサーバーが独立しているシャトレーゼベルフォーレワイナリーの通信販売は通常通り行われていた 10月13日からオンラインショップを再開して全面復旧した。2021年1月に大雪のため北陸自動車道の福井県内でシャトレーゼの配送トラックが立ち往生した際、社長の指示で積載する菓子類を周囲の車両にいる人々へ無償提供した。山梨県が孤立した平成26年の大雪の際も 大月市内の中央自動車道で同様の対応した。ありがとうございます。